はい。えっ、ー、と、冒険家の皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね、今日は、あのー、実際の、あのーえー、画像を実際に探して、それを保存して、自分の、えー、ウェブサイトで使ってみるというところの、あの、実際の、その、パソコンの操作方法をご紹介していきたいと思います。はい。えっ、ー、とですね、ここ、今日はここからですね。はい。えー、で、あ、ちょっと下の方でこれを隠しましょう。 えまずですね、あの、えー、こういうその、あの、フリーで使えるパブリックドメインになっている画像を使えるところとしては、この Pixabay というのが一番有名で、今日もこれを中心にご紹介したいと思います。その他に f l i c k r も、あの、パブリックドメインのものがあります。この CC、CC0.1 っていう、これで検索すると、では、このリンクを開くと、えー、あの、 フリッカーというその写真共有サイトなんですけど、このきょ写真共有サイトの中の、えー、パブリックドメインだけを、パブリックドメインの,、えー、あの画像だけを探す、えー、検索結果がここに出てきます。はい。で、あの、これは前回のビデオでも申し上げましたけど、パブリックドメインはもう本当に自由に使えるんですよね。相手の、あの、 その画像を作った人の名前とかを入れる必要もないです。です。まあ、あクリエイティブコモンズはもうちょっとその名前を出さなければいけないとか、あるいは、えー、同じ条件で、あのー、あの、共有しなければいけないとか、そういうのがありますが、それでも良ければ、あの、フリッカーで、そこ、あの、そうした条件の画像を探すこともできます。はい。で、これはですね、あのー、実際にさっきご紹介したこのピクサベで、Pixabay ですね。 はい、あの、ピクサベーで、あの、寿司という名前で、あの、検索した、あの、結果です。で、ここでですね、ちょっと注意しなければいけないのは、あの、てか、僕全然、あの、まさかここで引っかかるとは思ってなかったので、あの、昨年のあのコースでは言わなかったんですけど、結構たくさんの人が引っかかってしまって、え,ー、え引っかかるっていう言い方はちょっとあの、つまずいてしまってですね、それで今年は申し上げたいんですけど、あの、 この寿司の検索結果でフリーで使えるのはこの下の方のこの画像なんですよね。この赤い枠で、えー、あのー、表示されているとこ、ちょっと色が違うじゃないですか。灰色っぽくなってますよね。で、ここはそのカンバっていうそのスポンサーが出している画像なんですよね。まあ、この同じ寿司のあの画像なので、ちょっと確かにあの、見分けがつきにくいんですけど、で、こここの上の方のここをクリックしてしまうと、この ピクサベからカンバのサイトに行ってしまって、そこで利用するにはお金を払ったりとかですね。あの、まあ、無料のもありますけど、カンバも無料のあるんですけど、だけどその会員登録しなければいけないとか、そういうとてもめんどくさいことになってしまいますので、えぇ、ー、ピクサベでやるときはこの上ではなくて、この下の方の、えー、あの、画像を選んでください。はい。これは1枚画像を選んだ結果のところですね。 で、選んだ結果も、ここの下の方にここ4枚表示されていますけど、ここも、えー、このスポンサードイメージって書いてあります。これは、あの、シャッタ、ーシャッテレスとあ、シャッターストックって何なのか。シャッターストックですね。はい。シャッターストックっていう、これも、あの、別の有料のサイトで、あの、あの、会員登録必要になってしまって、ちょっと面倒くさくなりますから、ここはクリックしないでください。はい。で、とりあえずですね、今、あの、 ちょっとあんまり、あの、センスなくて申し訳ないんですけど、あの、この寿司の写真をですね、画像に使ってみようという例でやってみたいと思います。あの、皆さんはちゃんとそのセンスのある写真を選んでください。はい。で、この上をですね、カチッと、あの、えー、あの、マウスで右クリックするとですね、えー、普通はこのセーブイメージアズ、 という、あ、ま、こういう右、あの、右クリックをすると、こういう、あの、メニュー、メニューが出てきて、えー、で、その上から2番目のセーブメニュー、あ、セーブイメージアズ。で、あの、ま、日本語の場合は、えっと、名前をつけて保存だったと思いますが、この Windows ですね。これ Windows 10です。ちなみに、はい。えー、はい。Windows 10ではこういうのが出てきて、ここで、あの、保存をすることができます。で、これをカチッとクリックしてみるとですね、まあ、こんな風に、えー、え、 あの、保存する、あの、画面、ウィンドウが出てきますので、このままセーブをします。だけど、セーブをする前に、あの、初心者の方はですね、これどこにこれが保存されているのかわかんなくなっちゃうということがとてもよくあるので、まあ、この場合はダウンロードっていうところですね。ダウンロードっていうフォルダを、あの、開く、後で開いて、ここからアップロードするために、これを忘れないでください。まあ、デスクトップも、あの、えー、 間違いにくくていいと思いますが、最初はダウンロードになっているので、今日はそのダウンロードのままセーブを押したというふうにしてみましょう。はい。で、時々ですね、あの、これがですね、右クリックでセーブが、あの、できないように、あの、この Pixabay の方で、そういう設定になっていることがありますで。その場合はどうすればいいかっていうと、これ右クリックしても、あの、セーブアズっていうのは出てこないので、このフリーダウンロードっていう右側のですね、 ここをあのクリックします。これ今見ると、この右上のところを見るとわかると思いますが、これ僕ログインしてませんよね。ログインしていない状況でも、このフリーダウンロードからあの、画像をダウンロードすることができます。その場合は、まあ、ここをカチッてクリックするとですね、まあ、こうやってあの、えー、画像の種類がいくつか出てくる、あの、サイズですね。サイズが出てきます。で、あの、このサイズが大きくなればなるほど画質が良い,いので、 えー、確かですね、一番大きいこの5400っていう、あの、この大きい画像の場合は確か登録しないと、あの、会員登録しないと使えないんじゃないかと思いますが、この 1920×1288 ピクセルという、ここまででしたら、あの、今もこれログインしてませんよね。ログインしていない状況でダウンロードをすることができます。はい、で、ここダウンロードっていうのをしてみましょう。はい。で、あの、これですね、あの、 えー、プログラムで機、もう機械的にいろんな画像を収集するような、そういう人には、これは提供されていないようなの、なんですね。で、あの、私はロボットではありませんという、ここに一応、あの、チェックを入れて、それでこのダウンロードを、あの、クリックします。はい、えー、っとですね。はい。で、そうすると、あの、say thanks to the image author というのが出てきて、もちろんこれ、お金を寄付してもいいし、あの、寄付しなくてもいいです。えー、うん。 そうですね。あの、もうそれは皆さんの、あの、ご良心次第ですね。はい。僕の方がどうしろと申し上げるつもりはありません。で、えー、今ちょっとですね、あ、ちょっと待ってください。はい。あれこれは移動できないですね。はい。で、ここのところ、おちょっと、はい。今この、えっ、ー、と、Google スライドのメニューが出てきちゃってますけど、この右下のところを見ると、鳥1886975っていう、JPEG っていう、こういう、あの、 えー、ダウンロードしたファイルの名前が出てきますね。その上に、えっ、ー、と、こういう上向きのですね、あの、こういうヘの字みたいなものがありますから、そこを、あの、クリックしてみてください。そうすると、えー、あ、そ、ここのとこですね。はいはい。これを開くと、こんな風にですね、えー、ショーインフォルダーというのが出てきます。で、これを開くと、あの、このダウンロードした画像がどのフォルダーに入っているかを確認することができますので、えー、後でですね、あの、 自分のサイトでこの画像を使うときには、ここをチェックしておくと便利です。はい。じゃあ、具体的にですね、あの、えー、じゃそれをそのサイト、あの、Google サイトで使うときにはどうすればいいかをここからちょっとご紹介したいと思います。えっ、ー、と、この sites.google.com、これをですね、えー、Chrome とかの、えー、そういうインターネットブラウ,ブラウザーの アドレスバーのところに入れて、まずは Google サイトに行ってみてください。もう検索するだけでも実はいけますけどね。Google サイトって検索するだけでも、あの、行くことができます。はい。そうすると、まあ、僕はもうこの Google サイトはたくさん使っているので、こんな風にいっぱいあるんですけど、あの、もし皆さんが初めて、えー、Google サイトを使う場合は、あの、この間作ったたった一つの、え、あ、はい。<laughs> えっとですね、今ちょっと Google ホームがなんか呼ばれたと思って返事してたんです。すいません。え えっと、あの、まあ、さっきこの間作った一つの、あの、ウェブサイトがここにあるだけだと思います。な、まあ、なので、ちょっと,と、あの、この間ご紹介したのはこの、えー、サイトなので、これをちょっとカチッと開いてみますね。でそうすると、これ、あの、前回も皆さん、えー、ご覧になったと思いますが、えー、こちらに、あの、編集する画面があって、右の方にですね、えー、挿入、どんなものを挿入するかっていうのが表示されている、こういう画面を、 え、開くことができます。で、今、今日の目的は、この、えっ、ー、と、画像を使いたいってことですね。まあ、どこに画像を使ってもいいんですけど、えっ、ー、と、一番見栄えがいいのは、この、えっ、ー、と、タイトル画像なんですよね。要するに、タイトルの背景に画像を使うと、すごく、あの、えー、見栄えがしてきます。はい。で、印象的にもなるわけですね。ここ、今、最初の、これは Google サイトの最初から割り当て、当てられている、こういう、あのー、 画像では全く日本語教育とかとは関係ないので、インパクトはないわけですね。はい。で、これを、ここの画像を変えたいときには、あの、ここをですね、どこでもいいので、この画像の上をカチッとクリックするんですね。そうすると、あの、えー、画像を変更というのは出てきますから、この画像の変更というのはカチッとクリックしてみてください。 そうすると、アップロードと画像を選択っていうのがあります。もう、画像を選択っていうのはもうご自分がすでに、あの、例えば Google ドライブの中にいろんな写真を持ってるとか、そういう人が使えばいいんですけど、今回は、あの、Pixabay からダウンロードしたものを使いたいので、このアップロードっていうのをクリックしてみます。はい、そうするとですね、こんな風に、さっきのダウンロードフォルダーが、あの、開くと、こんな風に、 このダウンロードフォルダーの中にある画像がたくさん見ることができますね。で、えー、これがですね、例えば名前の順に並んでいたりするとちょっと見つけるのに苦労するかもしれません。特にこのダウンロードのフォルダーの中にすでに画像がいっぱいあるときは、えー、あのー、作成した順に、日付順に並べ直すと、こうやって一番最後に必ず、 えー、新しいフォルダ、あの、新しいファイルが来ていますので、探すことができます。はい。で、これをカチッと選んで、オープンをクリックしますね。はい。で、そうすると、こんな風に、えー、あの、タイトルの後ろに、寿司の、えー、写真が出てきました。はい。で、これはですね、あくまでも、あの、いつも申し上げてますが、あの、例としてやってるだけですね。あの、 ここはそのソーシャルメディアを通して日本語を勉強しましょうというので、まあ日本には関係ありますけど、あんまりソーシャルメディアとかにもそんなに関係ないので、えー、皆さんはもうちょっとセンスのいい写真を選んでいただけたらと思います。はい。じゃあここまで来たらですね、えー、一応あの、この公開のとこ、あのボタンを押してみてください。でそうすると、あの、また前と同じように公開していますっていう、あのー、この表示が何秒か続いて、えー、その後に、あの、 消えるともうこれ公開されていますから、この公開の右側の下向きの三角形をクリックして、公開したサイトを表示をやってみてください。はい。でそうすると、ま、実際に、あの、どういうふうに写真が見えるかというのが確認できるわけですね。はい。で、えー、その後ですね、できればまたあの、ご自分の作られたウェブサイトの、あの、えー、URL を皆さんに共有していただきたいので、 このアドレスバーをクリック、右クリックしてで、コピーですね。アドレスをコピーして、はい、カチッとコピーして、でそれをですね、この今、ズームがなんか同じ服着て、同じ顔の人がいるのがなんか変ですけど、すいません。えっと、ズームに入ったら、今ちょっと下の方に出てきちゃいましたね。あの、このズームの一番下のところにチャットっていうのがありますよね。ここでチャットボックスを開いて、はい、それで、あの、このチャットボックスのい あのー、インプット、えー、する欄にペーストをして、えー、皆さんに共有していただければと思います。で、これはその、この、あのー、ズームの間でし、間しか、えっ、ー、と、共有できないので、それとは別に、これは Slack の方ですね。えー、あ、ちなみに Slack はその、あのー、明るいモードとダークモードっていうのがあって、僕はダークモードで使っています。ダークモードだとこんな風に黒っぽい、え画面になりますね。で、 えー、チャンネルですね。新しいチャンネル、02著作権フリーの画像、画像を利用するという、そういうチャンネルを作りましたので、えー、あのー、あのー、ここの書き込み欄、入力欄のところに、えーま、右クリックしてペーストをしてですね、それも、あのー、この画像フリーのあ、著作権フリーの画像を利用するという、えー、チャンネルでも、あのー、共有していただければと思います。はい。 はい、ちなみにですね、あの、この、今日はその、えっ、ー、と、画像について、あの、著作権フリーとか、あの、クリエイティブコモンズの、あの、あの、画像を探す方法をご紹介しましたが、これは、例えば YouTube とかでもですね、あの、たくさんの、あの、同じようなクリエイティブコモンズの動画もありますで。例えばこれはですね、あの、インドで日本語を教えている先生が、あの、クリエイティブコモンズでその動画をですね、 共有している例です。え、ちょっとこれ、あ、すみません。今開けないです。すみません。開きたかったんですけど、今開けないので、ちょっとこれはご紹介は後にしておきたいと思いますが。はい。で、あの、えっ、ー、と、YouTube で、このクリエイティブコモンズの動画を探すにはですね、あの、例えばこれ猫とか何でもいいんですけど、猫とかって言って検索した後に、えー、フィルターっていうのを、ところを開いてですね、ここのフィルターですね。このフィルターのマークを開いて、 それでこのフィーチャーズという中に、えー、このクリエイティブコモンズっていうのがありますから、これをカチッとあのクリックすると、このクリエイティブコモンズの、えー、猫が映ってる動画をたくさんあの見ることができますで。これはクリエイティブコモンズなので、えー、まあ撮影した人のですね、まあ、チャンネル名を出しておけばいいと思いますけど、そのチャンネル名さえ出せば、あの皆さんが自由に転載したり、あのコピーしたり使う。 ことができるというわけです、ね、はい、はいえー。参考文献としては、えーまあ、僕のブログなんかにもよくこういうことを書いてますので、よろしければご覧いただければと思います。で、o o m ではですね、あの、火曜日、来週火曜日の Zoom では、まあ、今回はですね、そんなに時間かからないと思うので、前半で実際に画像を探して自分のサイトにアップロードするというのをやってみていただければと思います。で、後半では、 え、Google サイトで自分のウェブサイトをもう解説することができましたかっていうことと、え、著作権に関する反転動画とか、他の受講生の話を聞いてないかわからないことがありましたら、それを確認してみてください。はい。で、最後にあの、質疑応答の時間も作りたいと思います。はい。え、それでは、あの、ご視聴どうもありがとうございました。え、またズームで皆さんにお会いできることを楽しみにしております。